ウェザーニュースキャスターの松井彩香が3月6日金曜日の全国の天気をお伝えします。発達した低気圧は東の海上へと離れていきます。ただ北海道ではオホーツク海側や後志地方を中心に雪が降ったりやんだり、まだ吹雪には警戒が必要です。また道北そして石狩地方周辺でも雲が多く雪のちらつくことがありそうです。その他沖縄は本島ほど日差しが届く予想です。また九州から東北にかけても太平洋側ほど晴れて穏やかな空、それでもまだ北日本を中心に風は強めです。また日本海側は雲が広がりやすく、山陰から北陸そして東北は午前を中心に雨や雪が降りそうです。外出には雨具をお持ちください。気温は西日本から東日本で前日よりもやや上がるところが多く、日差しが暖かくなりそうです。北日本ではこの時期としては高めですが寒さが続きます。風により体感温度がさらに下がりそうです。暖かい服装でお出かけください。以上、金曜日の天気をお伝えしました。